1月4日、松山市総合コミュニティセンターで、令和4年、松山市年賀交換会が開かれました。これは、松山市と松山市議会が新春に毎年行っているものです。新型コロナウイルスの影響で、昨年は中止となりましたが、今年は2年ぶりに開催されました。市民や関係者に市政運営に対するさらなる理解と協力を求めるとともに、参加者との交流や市政の PR、松山市の事業紹介を目的としています。式典では主催者である野志克人松山市長が挨拶をしました。松山市では坂の上の雲の街づくりを進めています。明治という時代の転換期を駆け抜けた小説坂の上の雲の主人公たちのように、課題に立ち向かい夢と理想を持って何事にも挑戦し続けます。また終わりに舞踊会の皆さんによる琴の演奏が披露され、参加者はみやびやかなお正月の雰囲気を楽しみました。野志市長の掲げる笑顔広がる人と町、幸せ実感都市松山、一人でも多くの人を笑顔に、笑顔の花咲く1年を目指し、2022年がスタートしました。